するの。あ、ここが三角公園と。お茶なんかやっていた。そうよね、あれがね、なんかすごい煙みたいなの立ってちょっと。その知り合った友達とかも住んどったから、西成じゃ行ってみようかってことで。あ、そうなんだ。そうしたらまあね、一番あ違います。うん、楽しい、今日の社会情勢により店内での飲食されるようにご協力お願い申し上げます。でも安いんかな。安いんちゃうんですかね。はい、というわけで、今日も、スピチューブ始まります。今ね、西成のアイリン地区に来てるんですけど、っていうかいつもいるんですけど、今日もね、またあのスペシャルゲストの方を、お呼びしました。はい、今日もよろしくお願いします。はい、マイクをお願いします。はい、まあ岡山から西成に引っ越してきたと、はい、いうことで、あのもう結構酔ってますね。結構酔ってます ね、やっぱそれが西成だと。はい、西成の良さを出すために、西成の一部になるために結構 どこで飲んできたの。前回行った知り合いの、あ、お店で第三地。あ、飲んで、で飲んで今ですね。あ、いいんじゃない。前すごい緊張してたからこれぐらい ちょっとこっちの方がね、いいんじゃない、はい、勢いがあるかなと思って。で、あとまあなんかその西成なぜ来たのかというような感じで、ちょっと、いろいろインタビューしたいなと。はい、お願いします。お願いします。まあ、でもおっちゃんとか寝てるけど、でもこれ普通なんだよね。これめちゃめちゃ普通。うん、多分むしろ新世界の方が多いかもしれない。あ、おっちゃんなんかやっていた。どういう感じ。あ、ギター弾いてんだ。ここが三角公園と。これはテレビが見えるよね。あ、そうなんですか。あ、知らない。ちょっと見てみる。これテレビ見えるみたいな。うん。そうですよ。本当に初めて。ほんまに。その日中通ったことあるんですけど。ああ、この中入るっていうの。そうそう、夜はもう基本家にいないことが多いんで。ああ、そうそうそう。で、ここがあの炊き出しの小屋というか。そうね、もう昔幼稚園とかですよね。そう支援のね場所があって。夜は初めてですね。うん、結構開放感あるね。はい、そうよね。 あれがアベノハルカスね、なんかすごい煙みたいなの立ってちょっと、はい、すごっ。でもめちゃめちゃこの好きなんですよ。こう都会にまみれた中でちょっと開けた場所ね、なんかがめちゃめちゃ好きで。ちょっと向こうの辺行きます。はい、これは普段はここで、安い服売ってたり、100円とか200円。でも日中ここは別に。そう、もうなんか、200円服、100円服とか、ジャケットとかね。あ、うん、古着屋さんでね、ここがね、結構ね、有名で。ああ、なんか、あれですよね、古戦況の人とか。ね、向こうずっと、続いてて、ここが。続いててっていうか、絵が。うん、すごいね、綺麗な感じで。これはずっと残ったのがすごいですからね。うん、見ている全員。そう、綺麗に。まあその岡山からその西成に来た理由ってのが、逆になんでそのこういう場所に来てるのかというのをちょっと簡単にでもいいんで、できる範囲で。岡山から来た理由、もともと大阪来る予定もなければ、ぶっちゃけ去年の今頃まで西成に入ったことがなかったんで。それでまあ西成いろんな人から話聞いて、でもたまたま
その知り合った友達とかも住んどったから、西成じゃあ行ってみようかってことで。あ、そうなんだ。そうそうそう。そしたらまあね、一番あこっち来ます、うん、楽しいあれあったんで、それで西成に行ってます。ずっといます。これが警察署で、はい、天下の西成警察署です。うん、すごい大きいね。西成で一番立派な建物じゃないですか。うん、かなりね、なんかちゃんと塀もあって。その人はここでご飯買います。そうね、満腹多いよね、これ。あの向こう側にもあったり、そっち側にも。基本ここはもう昼間は警察の列が。うん、有名なあの100円お好みだ。あ、100円あるけど、まあそのいろいろと料金設定が大判焼きの。あったっけ前。いや、なかったよね。前100円だけだったような。そんな気がするけどね。まあなんか紙も新しいですね。うん、ちょっと。これ。うんうん、そう100円。150円、100円のやつ。ありがとうございます。持って帰りましょう。足もいらんよ。足いらない。めちゃめちゃキャベツが入ってるっす。めっちゃキャベツが入ってるっす。豚玉入りと。豚玉も入ってますね。豚もしっかり入ってるんですよ、大きいのは。今は違うんで、ずっとずっと焼いてきてる。だから、結局、今、国が全力かけてな。それを、するべき。1ヶ月に。今日閉まっ、今、今日もう閉まってるね。ここ。100、あ、200円ラーメン。いつも、そう食べるんですね。うん、そう。あとこっちね。大きい猫やな。ねえ、これまた満腹とは違うお店。ここしっかりしてるな。ねえ、でここは銭湯。見せたら安いよね。400。こっち亀の雰囲気は味わえる。ねえ、ある。すごいこのレトロな。うわ、酒の匂いが。でも安いんかな。安いんちゃうんですかね、消費税分。うん、コンビニぐらい。コンビニ、いや、多分スーパーくらいの金額。あ、スーパー。今日の社会情勢により店内での、飲食避けるようにご協力お願い申し上げます。これ飲むなと。あ、これ多分あれだ、消費税とかのあれじゃないか。うん、そうですね、ね、多分そういう意味でちょっと値段を。ああ。まあでも自動販売機自体関係ないよね。で、面白い。ナチュラルにここで飲んでほしくないかもしれない。うん。ここね、路地裏で、あんまり人気がないっていうか、まだ違った感じ。そう。今やってない。はい、もうこの前を行けばね、新ファミヤ駅があります。アイリン地区まで。もうすぐなんで。もうただこの、ちょっとしたエリアだよね。そうですね。うん。というわけで今日は、西成の夜の街を歩くという、企画をやらせてもらいました。まあその、西成のね、
こんな歩いても別に何もないし、その飯も安く食えるし、なんか必要なものが結構あるよね、最低限な。西成来たことない人も一回来てみたら全然西成の見えないところっていうのはあると思うんで、そこの良さを知ってもらえたら僕は不幸中の幸いです。お願いします。はい、それではまたよろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。